16日日本時間17日にテキサス州アーリントンで行われるオールスターゲームの全選手がなのか同様か、ベイスポーツ局 ESPN で発表され、カブスの今永翔太投手が選出された。今季、ここまで16試合に先発し、7勝2敗、防御率 3.16。月間最優秀新人に輝くなど、4月は無傷の5連勝で防御率 0.98 をマークしていた。すげえ。ようやっとる。嬉しいニュースですね。おめでとうございます。よかおめ。頑張っているので神様がご褒美をくれたと思う。メジャー1年目でオールスター選出は立派。マジか、MLB 行き決まった時にオールスター出場とか想像もできんかったわ。ロケットスタートだったな。レッドカーペットを歩く姿を見るのが今から楽しみです。全球フォーシームで勝負してほしいですね。ナルセみたいにならんとええが。シーズン終わってみたら12勝9敗防御率 2.88 とかの平凡な成績で終わりそう。よかったな、翔太軍団もついていくんやろか。4月で稼いだ貯金が今生きるとはな。チームは最下位だが各チームで最低1人は選ばれるので唯一彼が選ばれたようだね。また調子を上げてくれると信じています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。